いつもご視聴ありがとうございます。えー、そうですね、熱が、えー、出ましてですね、久しぶりですね、こういうのね。はい。それでね、あの、あこれまた取りたいですけど、熱ってね、下げちゃいけないですね。熱が出てるってことですね、えー、体がですね、 あの、直してる最中でございますのでね。はい。はい。そういうことでね。そういうこと、ツイッターでいっぱい載ってますんで。お調べくださいませ。で、ちょっと画面がですね、真っ黒ですけども。ちょっと横になりながら。ちょっともうこれ以上眠れないもんですから。はい。えー、今回はですね、えタイトルがですね。えなんか低評価がつくんですね。 えー、面白いんですけど、はい。低評価をつける〇〇へということですね。でね、〇〇っていうのはですね、ちょっと想像してください。はい。ね。えー、どういう言葉がね、当てはまるのかね。はい。えー、それからですね、これ動いてるのかな動いてますね。はい。えーえー、それでですね、 低評価をつけるね、えー、人がいるんですね、これね。えー、別にいいんですけど、別に。うん、でも、なんか気の毒だから、これ喋ってんですよ。うんえー、まずですね、この声がね、気持ち悪いとかね、うん、もう私の存在がね、許せないとかね、うん、私ですね、えー、ピアニスト、ピヨピヨのね、 存在が許せないとかね。うんうん。あのー、許せなくても私存在してるので、はい。よろしいでしょうかね。はい。えー、なんだ。はい。無理なんですよ。存在し、当分存在してるんですよ。で、動画どんどん出すんですよ。で、なんかね、タイトルもつかないうちからね。 なんか、動かされる人がいるんですよ。うん。これんだかよくわかんないけど。うん。あのですね。ええー。まだね、低評価をつける方はですね。えー、そんなのね、気持ち悪いからね、つけるんでしょ <laughs> 不快だからね。うん。自分の意見と合わないとかね。 うん、だから、合わない人の意見のね、あの、見なくていいじゃないですか <laughs>。ね。うん。見なきゃいいんですよ。ね。見なければいいんですはい。よろしいですかはい。見なければ、私は存在しないんですよ。はい。それでこれでもうね、えー、何百回か、ね、やってると思うんですけどね。あの、三つのポチポチポチっていうのがあるので、YouTube ね。あの、そこをクリックしていただくとね。 あの、私の動画出なくできますんでね。はい。よろしいですかはい。はい。これもう何回も録音してるけどね。はい。私の動画出ないようにしてください。はい。再生回数とかチャンネル登録とかいらないので。うん。ずーっとね、チャンネル登録外してくださいってずーっと言ってるのにね。なんか外れないんだよね。うん。 だからねは、これ聞いた方はね、あのー、嫌がらせしないでね。外してくださいね。はい。で、こんな、こんな暇つぶし動画ね、見ててもね <laughs>、何の役にも立たないから <laughs>、ね、何の役にも立たないからね。うん。はい。ね。うん、そうですよね。はい。だから、見なきゃいいんですよ。うん。はい。えー、以上なんですけど、あとはですね、 見ないようにするね。うん。なんかわざわざこのね、チャンネルを選んでね。見に来てね。それでね、気持ち悪いとかね。わかんないけど。うん。それで低評価つけるんでしょうん。それって本当にまるじゃないですかっていうね。うん。ことですよね。違いますかね。はい。で、あの、変なコメントとかね。 あの、書いても無駄なんで、無駄なんで、無駄なんでね、全部無駄なんで、はい。なんか言いたいことがあるならね、うん。うん、お前が憎いとかね、あの、結構ですよ、はい。でも憎いんならね、余計見なければいいよね。うん、見なければ3日で忘れるからね、出ないようにしてね、うん。もう忘れるから面白い YouTube なんて、いくらでもあるんだからね、はい。 あの、はい。それをね、それを録音したいですね。あの、アニメがね、アニメがいっぱい載ってるんですよ。アニメがね。魔法関係とかね。<laughs> あとね、あの、サスペンスドラマとかね。あとね、外国の映画とかね。うん。あの、なんかね、あの、パニックモノとかね。うん。あと宇宙戦艦ヤマトも今載ってますね。あ、まあ、昔から載ってるけどね。うん。 えー、あとはね、魔法使いサリーちゃんね、あの、白黒のやつ乗ってますね。面白いですよ、これね。これはね、もう超面白いなんてもんじゃないね、この魔法使いサリーちゃんの第一話。これは何回も見てるんです。はいあ。あとはね、ペリーヌ物語今乗ってるかな乗ってると思うんですけどね。えー、ペリーヌ物語ね、見てください。あと映画メガネですね。あとはね、えー、お味噌チャンネル全部見るとかね。 お味噌チャンネル全部見る。はい。お味噌チャンネルね。はい。あと、ナルトさん。えー、ナルトさん全部見るね。はい。えー、超次元ライブ全部見るとかね。南なみえやスタイルレディオ全部見るね。はい。はい。いいですかはい。あとね、海賊さんって、集合意識の海賊さん。えー、それからね、えー、まだいっぱいいるんですよ。あのー、本当にね。えー、もう、YouTube ね、もう、 たくさんね、ラッキーでたらめ放送局全部見てくださいね。はい。え、小島一郎 JL ファン。はい。えー、日本の黒い霧、台はピュアラブ。はい。さんね。え、日本の黒い霧、台はピュアラブさんね。はい。全部見てくださいね。全部ね。一本、一本目から全部見てくださいね。あの、極道の話とかいっぱい出てくるからね。はい。えー、あとなんですかね。 あとね、YouTube だけじゃなくてね、あの、Amazon なんとかってあるじゃないですか。Amazon とかね。あとね、あの、ほら、うん、なんだ、私やってないけど、やんないですけど、なんかいろいろあるじゃないですか。ね。あの、映画見れるやつとかね。アニメが見れるのとかあるじゃないですか。あと、うん、マ b TV とかわかんないけど、そういうのあるじゃないですか。うん。それ全部見てから、全部ですよ。全部、まず見ればいいじゃないですか。全部ね。うん。 あとテレビね。あのテレビも、あのー、一日中全部見ればいいじゃないですか。テレビね。テレビただだからね。うん。はい。ああの NHK だけあれだけどね。<laughs> うん。はい。まあ NHK はね、ただになる方法ね。いっぱい載ってますからね。YouTube にね。<laughs> NHK ただになる方法。いっぱい載ってますからね。はい。はい。あと何ですかね。うん。うん。あれ、ね、アマゾンプライムだ。アマゾンプライム見ればいいじゃないですかね。月いくらですかね。うん。 うん、あとはね、あ、ざっくりわかるさん、ざっくりわかるさんね。はい。えー、で、これね、あの、オンラインサロンに入ればいいじゃないですかね。オンラインサロンね。えー、ね、勉強になりますね。うん。はい。YouTube のね、ニコニコ動画全部見てね。まあちょっとお金かかりますけどね。うん、お金かけたくなければね、今 YouTube だけでいいですけどね、はい。はい。あと何ですかね。うん。みなみえあしたるもね、文字のやつもあります。文字のね。 三つあるんです。三つね。はい。あと何ですかね。うん。えー、あと面白いのね。面白いなんですかね。まあ、アニメですね。アニメね、いっぱい載ってるからね。本当にね、アニメね。アニメ全部見た方がいいですよ。ね。うん。アニメね。いろんなアニメね。あと映画もね。映画フルって検索すると、映画がね、山のように載ってますんでね。ええー、よろしいですか。はい。映画フルって検索してください。 あと、ドラマ、ドラマね。ドラマフるって検索するとね。この松本清張とかね。もういっぱい載ってますからね。はい。ね。えー、それ見てたのが面白いじゃないですかね。うん。有意義ですね。うん。あとはね、あの、本を読むといいですね。本をね。うん。本をね。その YouTube ばっかじゃなくてね。うん。あの、松本清張全部読むとかね。うん。東野慶吾さんね。えー、全部読むとかね。赤川二郎さん全部読むとかね。 星新一ね。読みやすいですね。星新一さんね。あの、うん、はい。まあまあね。あ自分の読みたい本ね。読めばいいんです。あとね、もうこう、分厚い関係の本がね、いっぱいあるんですよ。図書館にね。<laughs> あれね、すごいなと思うんですよね。書くがあってね。うん。で私は平井和正先生が好きなので、はい。平井和正ですね。うん。 はい、アケンマ大使のア,アニメも載ってますかね。コブラも載ってますからね。あとなんですかね。うん。いっぱい載って、いろいろ載ってますよ。はい。ね。YouTube にね。ただですからね。これね。うん。それ全部ね。何回もね。あの、悟空ね。まず悟空を見た方がいいですね。悟空ね。あの、寺沢一さん先生のね、悟空ですね。はい。それ見た方がいいですよ。うん。ね。はい。えー、それ見るとね、わかりますからね。うん。あのー、お金っていうものね。うん。 いろいろね。いろいろわかりますね。あの、あの武器商人の話とかね。うん。あのー、両方のね、争ってる国の両方にね、あの、武器を両方に売るわけですね。はい。はい。ね。うん。はい。そういう話ですね。うん。あとはね、まあ、いつも言って、地雷を埋めてね。まず地雷を作る会社がありますね。地雷を埋めますね。はい。地雷を作ってね。で、人が死にますね。はい。 人が死にます、はい、そしてその地雷を作った会社がですね、えー、地雷を作った会社がね、何ですかあの、地雷を除去する、ね、装置をね、もう最初からできてるんですね、最初からね、もう地雷を作った時点でできてるんですね、はい、でそれを販売するということですね、あのー、国家にね、あのいろんな国家にね、うんはい、これで除去してくださいってね。うん そういうことですね。この、あ、そう、あと自然の法則チャンネルさんね。えこれ全部見てくださいね。全部ね。全部。はい。あとなんですかね。もういっぱいありますよ。うんね。うん、私も本当にね、いろんな人に見てきたんで。あとツイッターね。ツイッター見ればいいじゃないですか。ツイッターね。あの、にゃんこさんね。にゃんこさん動画ね。あの、徹底的に見るとかね。にゃんこさんね。はい。 はい。なんでこんなマイナーな <laughs> チャンネルね、あの動画見に来てね、わざわざね、わざわざですよ。貴重な人生の時間を使ってですね。うん。ね。それでですね、あだんだん体よく調子よくなってきた。はい。ね。元気が出てきた。はい。どうしようかな。今日ストリートピアノ行こうかな。うん。ちょっと、まだわかんないですね。まあ、今日は行かない方がいいかな。雨ですね。はい。そういうことでですね、あのアニメね。 アニメいっぱい載ってますからね。あとね、この、ね、アニメがね、ちゃんとね、画面がね、ちっちゃくね、してあるやつがあるんですよね。うん、あれ、どう、どうしてそうするのあれ、そうすると削除されないんですかね。わかんないけど。あ,あと、名探偵コナンね。もう、名探偵コナンね、まずね、あのー、全部ね、載ってるやつね。まずね、50回ぐらい見た方がいいですよ、ね。<laughs> うん、あと、ルパン三世とかね。うん。なんか、そのアニメ関係ね。 あと、仮面ライダーもね。あと、仮面ライダーとかね。あとゴレン、ゴレンジャーじゃないけどね。その戦隊ものね。これもいっぱい乗ってますんでね。はい。これを見た方がいいですね。戦隊ものね。面白いですからね。私は見てないですけどね。うん。あの、仮面ライダーを見てますね。あの、つけてます。はい。仮面ライダー今何でしたっけうん。あの、あのドライブで仮面ライダードライブが出てましたね。この間ね。はい。あの、ダブルですね。ダブル。仮面ライダ,ーダブルと、 あとあれだ、うん。えー、仮面ライダーのあの自動車のやつね。はい。自動車のやつね。えー、その前ね、電王がいっぱい出てたんですけどね。はい。で、私は仮面ライダーカーブとかね、やっぱりもうダントツに好きなんでね。この音楽をね、なんとか弾けないかなってね、思ってんですけど、なかなかね、難しいですね。うん。なかなかね、はい。あの時ね、銀河鉄道物語ね。 あの銀河鉄道物語全部ね、いっぱい載ってますからね、見てくださいね。はい。銀河鉄道物語何回もね。あ、さっきね、あの、なんかもう、辛くてね、あの、あれ見ましたね。<laughs> まあまあ、ちょっとあ、ね、ちょっと具合悪かった。っ松本零士先生のね、えヤマト、ヤマト、え大ヤマト0号っていうの見ましたね。大ヤマト0号ね。 これね、ちょっとね、説明が多くてね、前ね、見たんですけど、挫折したんですよ。うん。で、今ね、ちょっとね、もう少しずつ見ようと思いますね。あと、宇宙戦界も2520のね、あの、0が載ってましたね。123ってなんですけど、0が載ってんですよ。うん。はい。あとね、まあ、少女漫画もね、いっぱい載ってますかどね。あのですね、羽田健太郎先生のね、あの、音楽を弾いてんですけど、たまにね。 なん,て人なんて人だっけななんかね、男同士愛し合うみたいなね、あの話、アニメがあるんですよね。あれはちょっと見れなかったね。あれはちょっと、ちょっと私きつかったね。はい <laughs> なんて人だっけね。うん。でもそれ好きな人もいっぱいいるんですよね。うん。人気あるんですよ。で、あの音楽がね、素晴らしいんで、やっぱね、羽根県だからね。あと、手塚治虫先生関係ね。うん。いっぱい載ってますかね。手塚治虫チャンネルですね。はい。 はい、このくらいでね、はいえー、わざわざね、低評価ね、あのうん、つけてね、ちょっと、それって、うん、やめた方がいいと思いますよ、うん。で、それなんでそういうことをするのかっていうと、まずね、あの結論はね、もうお金がないってことですね。うんうん、お金がないってことですよ。うん、まあ、あるんでしょうけどね、あるんでしょうけどね。まあ、まあ、超富裕層とかではないですね。<laughs> 超富裕層ね。 超富裕層の方はね、このチャンネル見ないと思うんでね。はいはいはい。人生の時間をね、どう使うかね。それだけを考えてると思うんで、まあ考えてないかもしれないけど、うん。まあロスチャイルドさんとかね、ロックフェラーさんとかね、いっぱいね、超富裕層ね。えそういう方はね、うん。えー、あの、ビル・ゲイツとかになるとね、もうなんか働かなくちゃいけないから、うん、言われてね、うん。 それはね、自由ないと思いますよ、うんうん。ロスチャイルドになれば、もう多分ね、わかんないけど、うん、あの、多分なんかちょっと命令するぐらいじゃないですか。うんわかんないね、ア,アラブの石油王とかね。うんねはい、だから、お金がないんですよね。お金がないんなら、ないでね、あの、工夫してね、うん、そういうね、あのね、あの、生活保護のね、西川秀樹さんね、見てくださいね。 生活保護の西川秀樹さん。英語の A に樹木の樹ね。あと JQU さんね。あと生活保護のね、人ね。いっぱい載ってますからね。あの、YouTube にね。もういっぱいいますからね。あの、それ全部見た方がいいです。全部ね。全部見てね。はい。私のチャンネルだけ見ない方がいいですよ。うん。ね。もう時間もったいないからね。時間がもったいない。時間ってね、もう本当に、時間だけはね、限られてるんですね。はい。 私もこの動画とのね、まあまあでも面白いか <laughs>。面白いけどね <laughs>。面白い。喋るの面白いですけどね。はい。はいえー、そんな感じですね。はい。どうもありがとうございます。はい。失礼します。